感じ。日本より暑くないですよね。日本の方が暑いですよ。あの人だ、有名な YouTuber。 もうすぐ俺をすぐ超えてくる人だ。いやいや、やめてください。よろしくお願いします。今日はおめでとうの感じですね。おめでとうございます。ウェルカムバック。じゃあ乾杯、もう一回乾杯しよう。乾杯、はい、乾杯。お疲れです。あ、うまいわ。まんまない。大丈夫ですか？食べよう。はい、いただきます。超好きになりました。これ美味しいよね。いっぱい食べて。どうぞ。これやめた。おお、すごい、いいね。大体いつもこれを頼むんですよね。これ鉄板メニューだね。鉄板しか頼んでない。そして全部俺が好きなのじゃん。お世話になってます。ありがとうございます。これからお世話していってください。あれ、でも東京に戻ったらまた彼は東京だから。あ、中ですか？あ、僕、まあ、東京今上京してます。あ、本当だ。さゆログさん、シェシェ。さゆログさん、シェシェ。さゆりさん、ありがとうございます。因为さゆり对我介绍他，然后他跟我们一起拍影片，然后现在很多人看我们的频道，特别是很多我的粉丝なのかな、見てた人が、他、待ってよ、他们现在开始看他的影片，所以我真的很开心你们，真的谢谢谢谢谢谢。然后他的目标是八月中，他想超过一千个呢，千人一千个订阅者，所以你们赶快订阅他的影片哦。然后さゆログさんの影片ダウンロード、谢谢你们。バイバイ。どうぞ。いただきまーす。スイッチライゼンマヤ、どう？なんか日本のより脂乗ってません？なんかトロって感じ。そして分厚いよ。分厚い。だからなんか食べた時に食べ応えある。おいしい。中山さんも何食べますか？じゃあ、僕はこれ食べようかな。オンリーチョーみたいなやつ。いただきます。皮比较サクサク、サクサクだ。ジョンはやってましょう。もうちょっと物だ。肉忘れた。ここに書いておきます。里面的虾子很好吃，然后外面比较一点点那个台湾的 mayonnaise， 然后比较甜的味道，然后我觉得非常好吃，非常推荐。谢谢，一定点。这里真的很好吃，谢谢。おすすめです。あ、またこれ飲んでる。そう、お気に入り。キンゴーシーダー。キンゴーシーダー。日本人も欲しいよね。めっちゃ美味しい。日本のセブンで売ってほしい。本当、なんでだろう。150円とかで買うよ。ね、在里面没有这个。那个你的7-Eleven的比较体验真的好。谢谢你，真的吃中国，中国的汤都非常好，すごいよね。ワープし、ワープしすぎでしょ。你在台北，然后东京，然后韩国。嗯，我喜欢旅行。啊，所以你常常吃国外的旅行。谢谢。那下次10月，艾丽莎，艾丽来，那个冰，那个 partner 也来台湾。所以我们三个人，就是刚才一起四个人，三四个人一起拍一天。谢谢。哎，これなんて言いますか？龙珠。龙珠。龙珠。然后这个呢？凤梨虾球。凤梨虾球。そうそうそう。エビ。エビどう拍？
揚げ物。チョコリーもありますよね。まあ、そうですね。甘い。甘い、甘く、まあ、ちょっとだけかな。じゃあ、先にどうぞ。私 PK して、あの食べて、ジェイションをしてください。願いリーベンのグッズダウンというか楽しい。そうですか。日本語で中国語で。中国語で。うん、あこっちの方が欲しいです。どっちもいいよ。日本人が喋り方わかんないですね。日本語の説明。日本語の説明。まあ、ちょっとやっぱり先に中国語でね、はい、食べながら。いいうん、食べながら。食べる前に説明。あ、食べる前に少し説明、少し。こんにちは、社長です。揚げ物みたいな感じで、中身はパイナップルとちっちゃいエビで、はい、飲もう。おお。大丈夫。痛い。好痛。ちょっと待って。ごめん。抑えてたのに。ごめん。大丈夫。怪我してない。生きてる。銃声が鳴ったかと思った。どこ行った？戦略かいな。戦略じゃないけど。先に飲んだ方がいいかも。いや銃声だったよね。YouTube スタッフ。じゃあそれ飲み終わって。あ、びっくりした。ごめん。大丈夫。じゃあ何君先に。YouTube おめでとうございます。パイナップルは横にあって、
もうそれ定番のネタからのセリフだね。本当に美味しい。本当に美味しい。カエルのどっちが美味しい。カエル。嘘でしょ。ファンジャーリーも雰囲気もいい、結構賑やかで、ご飯はどうでしたか？美味しかった。そしてお前下次再吃到的地方就来了。 OK、 再下次见。またね。バイバイ。だからマナのチャンネルと私のツイートを見てくださいねとか。これを中国語で言った方がいい。